こんにちはライトトワークエヴァンジェリストのヒロですえー、っとですね、ちょっとしばらく YouTube とかブログをですね、完全に休んでいまして、久々のですね、この動画になっちゃうんですけれど、まあね、どうしてそんな感じになっちゃったかっていうとですね、あのまあ、ちょっとこれ、もうマスク取っちゃいます。<laughs> はい あのですね、ちょっと先週から高熱がかなりの高熱が出まして一時39度以上の高熱なんかが出たりとかして、えー、でまあそれで、ね、何日も、ねね、少なくとも4日以上寝込んでたんですねで病院に行ってあのこのタイトルにもある通り PCR 検査を受けてきましたで結論から言っちゃうと結果的にはあの陰性であったんですね、まあのーまあ、コロナ新型コロナの肺炎じゃなくてもう症状から言って のまあ、急性扁桃炎の症状だなと思ってたんでだからこの3 0度超えるような高熱も出るのもこの、まあ、急性扁桃炎の特徴なのだったんで、ねあのまあ、力を持ちたんですけど今状況が状況なのでこういう PCR の検査っていうのを受けてきました。 でまあ、ちょっとこれでね体調悪かった上にすぐにあのちょっと30年ぐらいにご参加いただいたオンラインセミナーがあったりしたんでやみ上がりでですねこう何日も寝込んでた中で、ね、準備とか全然できなかったんでやみ上がりいきなり徹夜みたいな感じでオンラインセミナーやったりしたんで,で、まあ、お客様のセッションの役とかもどんどん入ってた状態だったのでなかなかちょっとこう体休ませることもねやみ上がりで体休ませらんないみたいな感じもあって。 でですね、なかなか、えー、と YouTube の配信というのもできない状況でありました。でようやく、ね、体調的にも回復してちょっと仕事も落ち今日落ち着いた状況だったんでこうお話をさせていただいてます。で、まあ、自分なりにちょっとねこの状況下で,ですね、えーとまあ、コロナの状況下で PCR 検査も受けたりしたのでなんかまあ、ね、感じたことあったので実際ね、えー、と PCR 検査受けたことがない人の方が結構多いんじゃないかなと思うのでこんな感じだったよっていうのを含めて、まあ、コロナ とかあとねちょっと二極化ってとこにも絡むんですけどちょっともう僕なりの視点からお話をしたいなと思います。はいでですね、まあ、のやっぱね今状況的に言うとこうちょっとでも何かね例えば風邪だったりとかインフルエンザとか他の何かであっても、ね、熱が出るっていう状況だと、まあ、まずこの PCR 検査っていうのを、まあ、多分必ずじゃないけに近いのかな受け,る受けさせられるっていう状態なのかなっていうふうに思いました。 っていうのもですね僕もともと扁桃腺弱いので4月にもですね急性扁桃炎になったんですよ、で4月の,その緊急事態宣言の、ね、出るか出ないかぐらいだったかなと思うんですよ出る直前ぐらいですかね、でその時も急性扁桃炎だったんですけれど、ただその時はこの内科の先生からは PCR 検査受けてくださいってことは言われなかったんですね、もう症状から見て扁桃炎でっていうので。 なのでやっぱりこれ状況的に当時4月の段階では PCR 検査っていうのはまだすごいたくさんの方に提供できる状況ではなかったっていうのがあってでそれがやっぱ今体制が変わったんだなとでまあちょっと疑わしき少しでもその熱が出てたりとかっていう状況であったらやっぱり PCR 検査をあの受けるっていう方向にやっぱり変わってきてるんだなっていうふうに感じました。 実際、あのかかりつけというか近所の内科にね熱が出ていったんですけどまあ熱があるっていう段階でなんかね外でインターホンのところでちょっと別の入り口から入ってくださいっいう感じで待合室とかで他のですねあの患者さんと一緒にならないような感じで別の方向からちょっと入るっていう形で非接触本当ですね、本当にいい感じで診察受けました。でまま一応、まあ 扁桃、ねまあ、炎だろうけどって多分お医者さんとしてもですね、あのー、今の状況で万が一コロナに感染してたらって言って PCR 受けさせてなかったってったまずいのでやっぱりまあ多分急性扁桃炎だって分かってるんだと思うんですけどこう、まあ、受けてくださいっていうことで予約ですね、えー、と取って、あのーまあ、お医者さんの方でもうほとんど <laughs>、あのー、断るとかもできない感じで <laughs>、あのー、取られてでそのまあ PCR 検査自体は、ですねその地域であるなんか総合医療センターみたいなところですね、えー、そっちの方であの受けるんで、そっちに行ってくださいと、えーで、予約も取りましたんでっていう形で、でただ行くときはなるべく公共交通機関、つまりあの電車とか使わないでくださいって、であの車、自分で運転してくか、タクシーで行ってくださいって,言われて <laughs>、ね、なるべく行ってくださいって言われて、ただ、 ちょっとまだその時熱ね38度近くあったんでいやちょっとこの熱ある状況でなんかこう自分で車運転してなんか行くのね10分とかぐらいなんですようちからそんなもんなんですけどでも運転したくないなと思って事故ったら嫌だなと思って、まあ、タクシー拾って行きましたで、まあ、あのやっぱりこれもですね PCR の検査場はその総合医療センターの建物内ではやってなくてやっぱり他の患者さんと接触したところから院内感染っていうね恐れがあるので。 まあちょっとプレハブでちょっとですね外にね簡易的に作ってあってそこが PCR 検査場みたいな感じになっていましたで入ってみてなんか受付したらなんか医,者の医師の紹介所みたいなね渡してたらまああのはいなんかこう。 どぞみたいな感じで,で実際平日に行ったんですけどまあ他受けてる人は僕が行った時はいない状態予約は取って行ったけどいない感じでまあ帰る時にちょろっと23人入ってきたかなぐらいの感じではありましたで一応金額面に聞いてみたら3000円ぐらいじゃないかというなんか曖昧まいな感じでというのもそこでお支払いしないで,後であの多で郵送で請求しますみたいなことを言われたんでたい3000円前後っていうふうにあの僕は言われましたで ですね、検査はねなんかねその部屋に入ったら何するのかなって思ったらなんか変な綿棒のせもっと長いようなやつみたいのでこうなんか鼻の中こうグリグリってこう入れられてなんかあの今が結構痛いんですよ、はい、で多分15秒とかぐらいですかねグリグリって結構奥まで入れられて多分粘膜をね取ってると思うんですけどあの正直涙出てきました痛くて。 つら <laughs> いね、耳鼻科でもね、そんな痛くないなって思うから、結構痛かったですね。で、まあ、それ取られて、はい、終了ですよっていう感じで、まあ、その後結果は内科の方から、の先生からあの検査結果出たらお伝えしますっていうので、まあ、後日ですね、あのまあ、内科の方から電話ありまして、でまあ、陰性でしたっていうことを言われました。ただ陰性なんですけどあの、まあ 陽性にね結構 PCR が完全に100%当たるわけじゃなくて陰性だってなってた人が陽性になることもあるからあの、まあ、しばらくの間は自宅待機というか、まあ、スーパーとかぐらいは行ってもいいですけどなるべく人との接触避けてくださいっていうような感じでした。ももしこれ陽性だった場合にはもう あの保健所から別途連絡がありますのでっていう感じでもう陽性だった場合には本当にもうスーパーとかも行かないでほしいとね接触しないで自宅でっていう感じで言われてまあ僕なんか一人暮らしなんだねも,うもし陽性だったらもうウーバーイーツとかアマゾンで使うしかないなって外にもう全部置いてもらってっていう感じでまああの考えてましたまあ逆に言うと今ねウーバーとかアマゾンとかあるっていうのはこういうね状況下で。 っていうのはある意味、不幸中の幸いというか、まさにそういうインフラが整っているので、もし、ね、コロナっていうに感染しても、まあ、そういうところで、ね、1人暮らしであっても、ある程度そういうのが確保できるのかなと、で多分おそらくもっと体調が悪くて、熱が続くっていうんだったら、入院だったりとか、そういう方向になるのかもしれないと思うんですけど、まあ、僕の場合は、熱だいぶ下がっちゃってたんで、えー、それでまあ陰性だったし、なく、とりあえずまでも自宅待機みたいな感じで、はい、なってました。はい でまあ、こんな感じのがですね PCR 検査を受けた体験なんですけどやっぱり今ね、まあ、インフルエンザとかと同じですよこう、ね、どんなに気をつけていっても、まあ、誰でもかかる可能性あると思うんですよなんかインフルエンザとかノロウイルスとか、ね、ああいうのって、ね、気をつけていってもかかっちゃうじゃないですか、まあ、そのでワクチンの注射打つ打たない、まあ、もうあると思いますけれど なので、まあ、かかってしまうっていうい可それはまあかかってしまうんだからそんなのはの仕方ないかなっていうそれぐらい誰でもどれだけ気をつけてもかかりうるっていう今状況なのかなっていうふうに思うので,で、まあ、あとは、まあ、かかってしまったらかかってしまったでこれを別に誰に責められるものでもよくはないと思いますんで、まあ、そういうふうに他の人にうつさないように、まあ、隔離状態というかで、まあ、適切な、ね、あとは何より自分の体の健康ですねもし症状が出ている場合はやっぱり。 ね、そこのところっていうのをあのケアしていくことが何より自分の体を大切にしていただいて、ねまあ、症状ないからって結局その、ね、で外で回るで,回るではなくっていう感じですね、えー、まあ陽性の方ですねで陰性の方も少しの間はちょっと我慢するっていうことなのかなというふうに思いました、はい、で今コロナに関してちょっとねスピリチュアルな世界の人からとかだとんかね2種類の反応があって。 結構、まあ、一応、ね、僕みたいに中立,が中立型というかはいるけどなんか極端にねスピー系の YouTuber さんとかでもうなんかコロナなんてないね存在しないとか言ってますだからマス,ワスクなんてしないみたいなねことを言うような人たちもいますで一方で結構もうほんとコロナ禍でなんかものすごい神経質になってやっぱりなんていうか、まあ、自粛警察のようになっちゃったりとか、まあ、僕なんかも結構こうなんかそういうのねメッセージを送ってくる人いるんですよなんか僕がね葉山とか出張行って。 言ったりもするしとかってそれに出るとなんかすげえネチネチ言ってくるやつとかもいるんですけれどえまあこういう風にね過剰なそもそもね僕の人生であなたの人生じゃないんで関係ねえよって話なんですね。こういうネチネチアンチみたいなこと言ってた人たちはあのねそもそもね無料でね受け取っててね別にねあなたに対して僕がお,ねあのお金をいただいて何かしてるわけじゃないんだから文句いいんじゃねえっていうのがはっきり僕のシンプルな人格的な自分のレベルで言ったらねでそんなのあのね 他のユーチューバーさんとかも一緒ですよとかね有名人とかもなくて別にあなたにね何かねしてるわけじゃなくて無料でただね情報を受け取るだけでねちねち文句言うのって単なる甘いで依存だって思うのでまあそういう人のことは全部基本僕無視していますただこういうふうにあ,のある程度囚われてしまう人たちってしょうがないと思っててし僕の母とか姉もうね結構囚われていてねるので分かるんですはいでで企ただ一歩このねあのどっちも別にでもそれぞれのあり方なんで いいと思うんです、うん、まああのねマスクつけない人たち別にその人感染しなければねそれでそれでいいのでで僕が思うにそのですね僕はあの物質現象として現実的な物質的な現象としてコロナウイルスは存在するっていうふうに僕はあの思ってますはいでかそうだそうだから <laughs>、はい、だからあのコロナないって言われてもコロナありますっていう現実の現象としてコロナはありますっていうふうに僕はあのお伝えしますただ 同時に僕らはですね3次元のこの現実に、えー、住むと同時にですねこのエネルギー的にそれぞれの世界に住,む住んでいるとも言えるんですよそれぞれの世界に住まうものって僕は言っていますけどなので3次元の物理的なところである程度共有しているようにいるけれど同時に僕らは僕らの世界を生きているっていうのでそういった時にはあのそれぞれの捉え方になってきますでコロナがないっていう世界も当然あるって思うんです例えば、 あのインドに北センチュレル島っていう島があるんですけどここはもう文明未接触の、ね、島って言われていてインド政府すら介入しなくてもう周囲5キロ、まああのまあ、立ち入っちゃいけないって法律で禁止してるんでここの島民たちっていうのは一切文明と接触していないんですねもうここすごい長い期間ずっとそれで昔ながらの生活を送っているんですけど。 でこの人たちなんかは、まあ、接触してないんでコロナの情報一切ないし接触しないらコロナウイルス当然入ってきませんからで彼らにとってはコロナウイルスは存在しない世界に来てるんですよ。島とその周辺の海だけが彼らの世界なので彼らの世界にコロナウイルスって概念もそもそも存在しないしだからそういう意味で言うと彼らの世界には、えっと、コロナウイルスは存在しないと言います。 現実世界共有している地球ではコロナウイルスというのは存在している他にも HAV とかエボラとかもあるけれど彼らの世界ではそれは存在しないって言うんですねでこれは僕らも同じです、まあ、僕らは情報として知っているのでコロナウイルスあるのは知っていますただそれぞれの世界に住んでいるのである意味それぞれの世界では、えっと、コロナウイルスはないという捉え方もできるかなとも言えますし逆に過剰にコロナウイルスはすごい蔓延していると捉えることもできるとえでなんかね 二極化二極化ってよく言ってたけど僕これ二極化って根本的にちょっと違うずれてると思ってて二極化って言ってる時点で統合じゃなくて分離の発想だよねっていうので僕はあの突っ込みたくなるんですよね。そうじゃなくてこんな感じに三次元の世界では共有してる物理的に僕らは肉体を持ってだけどそれぞれの世界に住んでるとエネルギー的にも違うところにみんないる感じにどんどんなっているっていう感じでこういうふうになんかそれぞれが違う世界にね自分の世界に住んでるっていう意味で。 ね、ど,んどん多極その傾向がどんどん強くなっているんですよ今って、えー、でそういう意味で二極化というより多極化っていう風に僕はあのいつも言っていますでそういうのはしかもそれは全て間違っているとか正しいじゃないんですよ二極化のよく発想にあるようななんかこっちの方が素晴らしいこっちはダメみたいな、ね、三次元の昔のっていう発想自体が僕は分離の発想で違うと思ってて物理的なところのすごい強い生き方も 許容されてるしもっとこの何て言うんだ周波数的な高いというか5次元とかそっちの方に意識向けた生き方っていうのもあるしっていうねでそうじゃない中間っていうのもあるしみたいな感じでそれぞれのあらゆるものが内包されているというか存在することっていうのは認められてるんですよ。でそういうものの多極的な世界っていうのがこれからの世界だと思っててでコロナ一つ見ウイルス一つ見てもそうだし他のいろんなあらゆるお仕事とかあのパートナーシップも経済とかも全部環境問題とか。 そういうのを含めて僕らはそういうふうな3次元の物理的な環境に肉体を持ちつつ意識の世界っていうのはそれぞれのなんていうかエネルギー周波数に合った世界を生きていってるっていう3から5次元意識にまたがる存在としての生きていくっていうのがこれからの時代だっていうふうに思っています。まあねあのー、ちょっっとと難ししいいかかもれれなななんんですけれど僕は結構今回ののコロナのこの件あててそんなふうなことを感じてだから 僕らもねコロナウイルスっていうのが情報とかで知っちゃってるんである意味ないって言っても3次元レベルで僕,はコロナ僕らはコロナはあるっていうふうに言いますから、うん、で意識の上でないっていう世界を生きることもできるっていうふうに感じかなと、まあ、僕は結構現実的な視点が結構強いもう持ってるんでまあコロナはあると思ってるから当然マスクもするし感染予防対策なんかもやっぱりしたりはしますはいでその上でやっていくっていう感じかなって思っていますはい まあそれぞれそれはですね誰かがどうこうよりも自分でやっぱり判断していくっていうことが大事かなと思うのでぜひ自分なりに私はどういう世界を選ぶのか生きていくのかっていうことを考えていただけたら嬉しいかなとそれが本当の意味での精神的な自立だと思います、はい、というわけで、えー、今日のお話何かね気づきとか学びとかになるものがあったらぜひコメントとか高評価ボタンもらえたら嬉しいです またですね、ライトワーカーに覚醒するメール講座っていうのを無料で提供してますので、概要欄にリンク貼っておきますので、よろしくお願いします。ということでですね、ちょっとね、回復してきたんで、今後は YouTube とかもね、またどんどん配信していきたいと思うので、よろしくお願いします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。